はいどうも、遠藤です。今回は6というコードをやっていきたいと思います。基本この6もね、右手4本で押さえると覚えていただいて大丈夫だと思います。では今回も C でやっていきましょう。まず C6 と書いてあった場合、まず C を押さえますね。そして3本目の指から1、2、2つ目ですね、2つ目の鍵盤を同時にこうやって押します。これが C6 です。これだけです。前にやったセブンスの横になりますね。セブンスは1、2、3なんでここでしたよね。これがセブンスでしたね。で、これがメジャーセブンでしたね。で、これが6になります。で、Cm6 と書いてあった場合ですね。Cm6 の場合は、マイナーは真ん中の指が1個左にずれるでしたね。なので、これがここになりますね。はい。これです。これが Cm6 ですね。これが C6。これが Cm6。A, B, C, D, E, F, G。これすべてにこの法則が当てはまってます。例えばじゃあ D6 の場合ですね。まず D を弾きますよね。で、ここから1、2、2つ目なんでここですね。はい。これが D6 です。で、Dm6 を弾きたい場合、真ん中の指を1個左にずらすので、ここですね。これが Dm6 になります。では、ちょっと難しくしましょうか。Asharp6 を弾きたい場合。まず A を押さえてみましょう。A こうでしたね。そしてシャープがついてる場合どうするんでしたっけ？シャープがついてる場合は、すべての鍵盤、押さえてるところを1個右にずらすでしたね。なので、こことこことここになりますね。こうですね。これが A シャープの状態ですね、今ね。さらに6をつけるので、1、2、2つ目ここですね。こうです。これが A シャープ6になりますね。ちなみに、A シャープマイナー6の場合は、真ん中の指が1個左にずれるので、ここですね。これです。これが A シャープマイナー6というわけですね。シャープがついてる場合は、右側に1個ずらすでしたけど、フラットがついてる場合は、左側にこれずらせばいいだけなので、ね。これで6コードももう、押さえられたかなとは思います。次回以降もどんどんコードを増やしていきたいと思いますね。今回はこの辺にしときますね。ご視聴ありがとうございました。